はい、それではホワイトボード、映される方は映していただければと思います。はい、それでは不正競争防止法、こちらの内容に入っていきましょう。で、今までそうですね、知的財産法、いろいろ学習をしてきました。例えばそうですね、産業財産権、4つありましたよね。そうですね、特許法ですとか、それから実用信用法、そして意匠法、商標法、こういったものを学習してきましたけれども、実際例えばそういったもの、出願から登録までの手続き、なかなか大変ですよね。では、うちの会社で、じゃあ例えばそうですね、優れたデザインあるんですけど、ちょっと意匠として登録するのは大変なんでできないのでやってないんですが、では、これ意匠として登録してないから保護されることはないのかな、もし他の会社にまねさってちゃったらどうしようと考える会社さん、あるかもしれないですよね。で、そういった場合にもう泣き寝入りするしかないのかというと、そういうわけではないということになります。そういった場合にこの不正競争防止法というのが役に立つということになります。では、そうですね、まずは概論の方から見ていきたいと思います。まず概論、そうですね、テキストですと129ページですかね、129ページになります。で、まずはそうですね、これまでの法律と同じように目的と意義の確認からなんですが、この目的、そうですね、まず括弧1の不正競争防止法の目的の維持、読んでいただくと目的と意義それぞれ書いてあるかと思うんですが、大事なところですね、2行目の終わりの経済秩序を乱す不公正な行為を政策的に規制する、こちらと、あとその後の営業競争の公正を確保する、こちらアンダーラインを引いていただければと思います。こちらが目的ですね。この2つ、経済秩序を乱す、つまり例えばそうですね、権利として登録をしてない、だからといって何でもかんでも真似されちゃう、そうするともう秩序がむちゃくちゃになってしまいますので、そういった不公正な行為というのを規制するためにあります。それから、それに伴って営業や競争の公正を確保する、こういった目的がある。こちらまず押さえていただければと思います。つまりそうですね、今まで例えば学習してきました産業財産権、こちらというのは、権利付与法、権利を与えることによってそうですね、保護していく、権利を付与していく。一方でこちらですね、不正競争防止法というのは、行為を規制していく、行為規制法というふうに言うんですが、こういった法律があることによって、こういった不公正な行為というのを規制する、こういった役割がある。これがちょっとそうですね、今までの産業財産権との違いということになります。続きまして、商品等防止ですね。商品等表示ですね。商品等の表示、括弧2番のところなんですが、こちらそうですね、丸1から丸6までのところ。この商品等表示の丸1から丸6、テキストではこちら書いてあるものになるかと思うんですが、これが商品等表示にあたりますよというところが、本試験でも問われたことがありますので、ここの部分アンダーラインを引いていただければと思います。そしてですね、その後のところ、四角2のところが非常に重要になってきます。不正競争行為の類型とありまして、9つ類型がありますよというふうに、書いてありますね。9つの類型があります。で、この9つの類型については次のページですね、130ページに不正競争行為という形で表が載っているかと思います。で、この9つの表のところ、赤く囲んでいただければと思うんですが、この中で特に重要なのが上の4つ、最初の4つですね。最初の4つにまずアンダーラインを引いていただければと思います。まずは混同弱記行為、ちょっとこれ初めて読む方は、見慣れない字だとは思うんですが、弱記と読みます。混同弱記行為ですね。そして2つ目、著名表示冒用行為、それから3つ目、携帯模倣行為、そして4つ目、営業秘密にかかる不正行為。特にこの4つが本試験では問われることが多いので、試験対策上はまずこの4つをしっかり理解していくことが重要ですので、この4つを1つ1つ順番に説明をしていきたいと思います。テキストですと129ページに戻って、まず括弧1がこの混同弱記行為になっております。ですから、まずはこの混同弱記行為の方から説明をしていきたいと思います。そうですね、混同弱記行為のまず丸1の定義のところ、アンダーラインをお願いします。混同弱記行為とは、他人の商品等表示として
需要者の間に広く認識されているものと同一類似の商品等表示を使用し、他人の商品営業と混同を生じさせる行為を言う。ここまでアンダーラインを引いていただければと思います。で、まあ、そうですね、他人の商品等表示として広く認識されているということと、あとは同一類似の商品等表示を使っているということと、あとは混同を生じさせるということが重要になってきます。これがまあ要件になってきまして、まあ、要件、そうですね、こっちですね、こちらの方に書いてあるかと思うんですが、こちらしっかりそうですね理解していくことが重要になります。で、例としてそうですね、 iMac 事件、こちらちょうど129ページに例と書いてありまして、次のページに絵が載ってますよね。で、もしかしたらそうですね、 iMac、 まあ出た当時に買ったよという方がいらっしゃるかもしれないんですが、 iMac、 そうですね、 Apple 社から出ている、まあ、iMac、 それと非常に似た商品というのが出たんですね。これ絵を見ていただくと、まあ、ほとんど違いがないぐらい似てますよね。これで、まあ、間違ってというかそうですね、まあ、混同してしまって買ってしまったという消費者、需要者の方がいっぱいいらっしゃって問題になったというところがあります。で、こういった時にこの不正競争防止法の混同邪気行為に当たるという形になります。で、この要件については次の131ページの ② のところにありますかね。A が周知性、それから B が類似性、そして C の混同の恐れというのが要件になっております。まあ、こちらにも書かせていただきました。で、特に、まあ、これ以降もそうなんですが、赤字で書いたところをしっかり押さえていくということが、まあ、要件の中でも特に重要になってきますので、まあ、それぞれそうですね、このあと丸三括弧三括弧四という形で、さっき表の4つが大事というお話をしましたが、それぞれ要件について確認をしていきますので、どのような要件があるのか、そしてそれぞれの要件についてどのような意味なのかということをまずしっかり押さえていただければと思います。ではまずそうですね、周知性ということなんですが、テキスト131ページの A のところですね、それぞれ、まあ、ABC のそれぞれの、まあ、名前ですね、周知性、類似性、混同の恐れというところはまずアンダーラインを引いていただきまして、周知性の本文のところ、周知性とは受容者の間に広く認識されていることですよというところ、アンダーラインを引いていただければと思います。で、その後のところなんですが、類似表示の使用者の営業地域において商品等主体を表示として、商品等主体を示す表示として、噛んでしまいましたね、商品等主体を示す表示として取引者や受容者の間で知られていれば足りると認識されている、介されていると書いてあります。この営業地域においてと書いてありますけれども、つまりこの周知性の場合なんですけれども、ある一定の地域において広く認識されていればそれでいいですよというのがこの周知性というものになります。で、後でこちら著名表示防用行為の方で著名性というのがありまして、これとちょっとニュアンスとしては似ているんですけれども、ちょっと違うということで、ちょっと違うということのキーワードとして、このそうですね、まあ、ある一定の地域で十分ですよ、ある一定の地域で知られていればそれで周知性の要件になりますよということをまず押さえていただければと思います。そして、まあ、類似性というのはそうですね、そのまんまの意味ですのでよろしいかなと思うんですが、まあ、そうですね、似ているかどうかというのは、まあ、今までの産業財産権とかでもやってきたかと思います。ですから類似性のところはこちらお読みいただければ結構かなと思います。そして3つ目の混同の恐れですね。混同の恐れというのは、まあ、ちょっと読んでいきますと、混同を生じさせる行為とは、商品や営業が同一の出所と混同する場合だけでなく、別個の出所があるが関連する事業者が提供していると誤信する場合を含むとするとあります。で、まあ、判例としてはスナックシャネル事件、まあ、シャネルという有名なブランドありますよね、この名前を付けたスナックシャネル、こういったそうですねスナックがあって、まあ、シャネルというあのブランドの会社、あれがやっていると誤解してしまう、混同してしまう恐れがありますよということで、そうですね、こちらはこのそうですね、混同邪気行為に当たるというふうに言われた、こういった判例があります。で、こちらなんですけれども、ちょうどそうですね、先ほど別冊で、まあ、分かれて過去問が第3部として載ってますよというお話をしましたけれども、第4部ですね、第4部として載ってますよというお話をしましたけれども、この第4部のそうです、第4部というか、まあ、別冊ですね、別冊の104ページですかね、104ページにちょうど直近平成28年度の第11問が載っております。
で、これがこの不正競争防止法にあたる内容になっておりますので、ちょっとこちらの本試験の問題を例に挙げて説明をしていきたいと思います。で、問題についてはそうですね、お読みいただいて後で解いていただければと思うんですが、まあ、この中のそうですね、あの選択肢だけちょっと読んでいきたいと思います。あは高級車ブランドとして知られる A 社の著名な自動車に関する商品表示を A と無関係のものである B がサングラスに対して販売している。この場合 B の行為は著名表示防用行為となると考えられるが、周知表示近藤邪気行為となることはないという問題なんですが、これ近藤邪気行為に当たることはないっていうのは不適切になるので、これは選ばない、これは選んではいけない選択肢ということになります。つまりこれ近藤邪気行為に当たるということになります。で、なぜ当たるかと言いますとですね、そうですね、まあ、この別冊の方に回答の他に解説も詳しく載っておりますので、まあ、そちらの方もお読みいただければと思うんですが、そうですね、この周知性、それは A 社さんでしたかね、車のメーカー A 社さん著名なわけですから、この周知性というのはあると考えられます。で、同一の名前ですかね、同一の名前のサングラス、これを販売しておりますので、まあ、類似性も当然あると考えられます。で、混同の恐れというのはそうですね、これグループ会社であるというふうに考えることもできますよね。A 社と B 社、まあ、自動車とサングラスですから全く関係ないんじゃないかと思う人もまあもちろんいるかもしれないですけれども、これ同じ名前だからグループ会社、なんか関連がある会社なのかなって思ってしまう方もいらっしゃるかもしれないですよね。つまりこれ混同の恐れがあると考えられます。ですから、まあ、混同邪気行為、これに当たるということになりますので、まあ、なることはないとあるんですが、今度ジャッキ行為となることもあると考えられますので、これは不適切な選択肢になりますよ。ですとか、まあ、このように考えていただくためにこう要件がある。ですからこういった形で本試験に取り組んでいただければと思います。そしてではですね、今混同の恐れがあるかないかというのは要件の一つだというお話をしましたけれども、じゃあ混同の恐れがもしなかったら、これこの不正競争防止法に当たらないから真似しても OK になってしまうんじゃないかと考えるかもしれないですよね。でもこれ混同の恐れがなくても、そうですね、不正競争防止法でこれそうですね、違法になるという場合もあります。それが実は次にやる著名表示防用行為になるわけですね。この著名表示防用行為、こちらが括弧2のところになるかと思います。で、こちらも定義のところアンダーラインを引いていただければと思うんですが、著名表示防用行為とは定義のところですね、自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一類似のものを使用等する行為であるというふうにありますので、こちらアンダーラインを引いていただきつつ、次のところというか下の絵のところにアリナビック事件という、まあ、事件の例が載っているかと思います。で、絵が書いてあって原告商品アリナミンが載っていると思うんですが、まあ、アリナミンおそらくご存知の方多いですよね。栄養ドリンクのアリナミンというとまあ有名ですよね。で、こちらのアリナミンの横にアリナビックという、まあ、ほとんどそっくりな商品が載っているかと思います。で、これなんですけれども、まあ、もしかしたらそうですね、混同の恐れはないと考えられなくもないですよね。つまりアリナミンって相当有名な商品ですから、これと間違う方はいないんじゃないか、これは明らかに別のメーカーなんじゃないかと思うので、混同の恐れはない、だから混同邪気行為には当たらないし、ですからこの不正競争防止法に違反もしていない、違法ではないとなるかというと、今度はこの著名表示防用行為、今やってるところですね、これこちらは混同の恐れがあるかないかというのは関係ないんですね。ですからこちら混同の恐れはないとしても、このこちらですね、著名表示防用行為に当たるよということになった、これがこのアリナビック事件の判例ということになります。でですね、まあ、こちらもそうですね、ですから要件のところを確認していきたいんですが、まず著名性というのが必要になります。で、先ほど周知性と著名性ちょっと似てるけど違いますよというところが、この132ページのところの A のところですね、こちらアンダーラインを引いていただければと思います。独占を保護する程度に
顕著な表示で需要者層や営業地域を超えて広範囲に知名度を有すること、ここまでアンダーラインを引いていただければと思います。で、混同の恐れは、混同の恐れですね、混同の恐れは要件としないので、容易に著名表示を想起させる程度の類似があれば足りるとされるというふうになっております。で、つまりですね、これ周知性に比べると著名性の方が広いんですね。先ほどの周知性というのは、例えば狭い営業地域、ここで知られていればいいですよ、例えば横浜市内なら横浜市内で知られていればそれでいいですよということだったんですが、こちらはの著名性というのは先ほどと違くて、需要者層、例えば20代の男性だけではなくて、まあ、その他もっと広い、まあ、年齢層であったりとか、地域としても全国的に知られている、こういったものでないと著名性には当たらないということになります。ただそうですね、この著名性があればこの著名表示防用行為に当たりますので、混同の恐れは必要ないということになります。もちろん著名性だけではなくて、その他の要件というのが B、C とありますよね。営業の利益の侵害があったこと、つまり営業利益の侵害、それから自己の商品等表示としての利用、これが括弧 C のところですかね。こういった形で、そうですね、この要件を満たす場合に著名表示防用行為、こちらに当たるということになります。ですから先ほど申し上げたように、このアリナビック、アリナミンと混同のすればないとしても、アリナミンが非常に著名な商品ですので、こちらはこの著名表示防用行為にあたりますよということになった、こういった判例が出ております。そしてあと2つ、そうですね、カッコ3の携帯模倣行為とカッコ4の営業秘密に係る不正行為、こちらもよく出てきますので、こちらについてはまたホワイトボードを切り替えて進めていきたいと思います。はい、それではホワイトボードを写される方は写していただければと思います。はい、続きましては携帯模倣行為、こちらの内容に入っていきます。こちらも先ほどまでと同様、丸1の定義のところ、まずしっかりアンダーラインを引いていただければと思います。丸1の定義ですね、携帯模倣行為、商品携帯模倣行為とは、他人の商品の携帯を模倣した商品を譲渡等する行為を言う、ここまでアンダーラインを引いていただければと思います。そしてこの下のところに例が載っておりますが、こちらそうですね、懐かしいと思われる方もしかしたら多いんじゃないかなと思います。私もそうですね、大学ぐらいの頃ですかね、ちょうどこちら非常に流行ったのを、懐かしいなと思います。で、それからですね、しばらくしてこう塾やるようになってからですけれども、生徒さんが非常にこうみんなもそうですね、たまごっちを持ってくるようになったんですね。で、昔流行ったたまごっちなんでかなと思ったら、ちょうどなんか第二次ブームっていうのが、実際第一次、我々が大学生の頃流行ってからしばらくしてからまたブームがあったんですよね。ですから、両方ともブーム、そういえば懐かしいなと思われる方多いかと思いますし、一時ブームの方が多分非常に大きく流行ったので、そういえばニュースでも取り上げられたら昔そんなのあったなと思われる方多いかなと思います。で、実際こちらの絵見ていただきますと、原告商品というのが載っております。こちらそうですね、もともとのバンダイさんの商品だったかと思います。今合併してバンダイナムコになってますけれども、こちらに比べるとこの被告商品ですね、非常に似てますよね、というかほぼそっくりだと思います。で、こういった場合にこの商品携帯模倣行為ですね、携帯模倣行為、こちらで保護される可能性があるということになります。で、趣旨としてはですね、丸2のところにありますけれども、たまごちの例で言えば、初めに最初に作ったそうですね、バンダイさんはこう非常に大きな開発費とかをおそらく投じて作ってるんではないかと思います。そうするとそれに比べると、真似する側ですね、真似する側というのは、簡単にこう少ない費用で真似できて、で同じような利益を上げられる、これでは先行者利得というのがなくなってしまいます。ですから先行者の利益、これを保護するためにこういった携帯模倣行為というのがあるというふうに押さえていただければ結構です。そして ③ の要件のところ、こちらは非常に重要なところでもありますので、アンダーラインを引いていただければと思います。こちらそうですね、1行目の真ん中ぐらいのところから、商品の創作性、周知性は問わず、産業財産権として権利化の対象とならない知的財産も含まれる、ここまでまずアンダーラインを引いていただきまして、あとはそうですね、 A、B、C のところですね、こちらにも書かせていただきました。商品形態の模倣、それから模倣商品の譲渡等、
そして保護機関内の侵害という3つ、この ABC についてもアンダーラインを引いていただければと思います。でまずそうですね、最初に引いていただいた創作性や周知性というのは問われませんよというところ、こちらをしっかり押さえていただくと重要かなと思います。結構出題ポイントにもなるところになります。つまりそうですね、例えば小さい、まあ、小規模企業、こういった場合って周知性というのはないですよね。そういった会社がこう頑張って作った非常にいいアイデアとか非常にいいデザインとか、そういったもの、小さい会社さんの場合はなかなかこう衣装とか商標として登録するっていうのは難しいですよね。まあ、先ほど申し上げたように産業財産権のところで申し上げたように、まあ、費用や手間っていうのがかかりますから、なかなか小さい企業では難しいわけですよね。でそうしますとこう泣き寝入りするしかないのか、もう真似されたら泣き寝入りするしかないのかというと、そういった場合にこの携帯模倣行為によって保護される可能性があるということが、この周知性は問われませんよということですね。でその他そうですね、この A の商品形態の模倣、それから B の模倣商品の譲渡等、そして C の保護機関内の侵害であること、この3つがまず要件になりますよということを押さえてください。でこの保護機関内の侵害の保護機関内ってどれぐらいなのって気になりますよね。この保護機関ってどれぐらいかというのが、この後の適用除外というところに出てきます。まあ、つまりこの3つの要件が必要なんですが、ここに載っているものの場合は適用除外になりますよということです。まあ、こちらテキストの方でも確認していきますと、まず A ですね。A がこちらと、まあ、こちらと同じところがありますので、A のところアンダーラインを引いていただければと思います。当該商品の機能を確保するために不可欠な形態、こちらは適用除外となります。まあ、そう言われてみればそうかなと思いますけれども、例えばコップというものの機能、これのために必要なもの、例えばコップの蓋の部分とかこう周りの部分ですね、そういったものについては適用除外になりますよということです。それから B のところ、商品の善意無重過失取得者、この善意というのはいい人って意味ではないですよね。こちら民法の方でもやってるからよろしいかと思いますが、この善意というのは知っているという意味ですよね。知らなかったという意味ですよね。善意というのは知らなかったという意味で、善意、悪意というのが知っていたということですから、まあ、善意知らなかった場合、そしてあとは無重過失、つまり、まあ、知らなければいけないという立場でもない、こういった場合は適用除外になりますよということになります。そしてあとは C のところ、こちらもアンダーラインを引いていただければと思います。最初に発売されてから3年を経過した商品のデッドコピーは適用除外となる。つまりそうですね、3年を経過してしまうと適用除外になりますよということです。まあ、ですからこちら保護期間っていうのはどれぐらいかと言いますと、まあ、結局要するにこれ3年ということですよね。まあ、こちらもまあこちらと合わせてしっかり確認をしていただければと思います。これがそうですね、携帯模倣行為に関する内容となっております。そしてですね、この後の括弧4のところ、営業秘密にかかる不正行為なんですけれども、まあ、こちら先ほど1から4まで、まあ、これが4になるんですが、4までお話をしていきますけれども、この4、括弧4ですね、括弧4なんですが、まあ、一番そうですね、今までのところで言うと、まあ、出題範囲が多いというところになっております。まあ、ちょうどそうですね、この右のところに、まあ、出題された年度と問題載ってるかと思うんですが、まあ、ちょうど直近の平成28年でも出題をされております。でこちらもそうですね、まず趣旨のところにアンダーラインを引いていただきたいんですが、1行目の終わりのところからですかね、秘密管理体制を突破しようとする行為を禁止する、こういった目的、まあ、こういった趣旨でこのそうですね、こちらの営業秘密にかかる不正行為というのがあります。でこの営業秘密にかかるそうですね、不正行為のところのまず定義のところもまずアンダーラインを引いていただければと思います。営業秘密にかかる不正行為とは、この後のところですね、接種等の不正手段によって営業秘密を取得し自ら使用し、もしくは第三者に開示する行為等を言う、ここまでアンダーラインを引いていただければと思います。でこのまあ営業秘密、まあ、これが定義にはなるんですけれども、例えばそうですね、特許のところで、まあ、特許非常にいい発明、こういったのを会社で例えばそうですね発明した場合、まあ、特許として登録をするという方法もありますけれども、もし特許として登録をしてしまうとどうなるか、まあ、特許登録する前に出願がありますよね。
で出願をする出願をしますと登録されるかどうかにかかわらず出願公開制度というのがありましたよね。出願公開制度は出願してからどれぐらいでしたかね。これ1年6ヶ月でしたよね。1年6ヶ月経つと公開されてしまう。これってそうですね、まあ、困ったことになる可能性もありますよね。例えばこれと似たような方法でうまくこう迂回する形で同じ商品を、まあ、例えば仮に安価で安い値段で作れるという特許を別の会社さんが作ってしまったとしたら、せっかく取った特許が意味のないものになってしまったりする。こういったこともありますよね。ですから、まあ、特許にして公開してしまうよりはこうした営業秘密にしておいた方がいいんじゃないか、まあ、実際そういうことで特許を出願しないでこう営業秘密にしておくようなケースもあります。これはそうですね、それぞれの案件によってどっちを取った方がいいのかというのはケースバイケースですし、まあ、難しい判断が必要になるケースが多いんですけれども、こういったケースがまあ営業秘密になるんですが、この営業秘密、じゃあ何でもかんでも認められるかというと、まあ、そういうわけでもないんですね。それが丸3の要件のところですね。先ほどのこちらの要件と同じように、まあ、こちらにも営業秘密にかかる行為の要件というのが3つ載っております。でこれ赤で書かせていただいたんですが、まあ、どれも重要ですのでしっかり押さえていただければと思います。こちらそうですね、昨年の本試験でも出題されてますし、まあ、出題結構頻度がある問題、まあ、何度か出題されている問題ですので、秘密管理性というのと有用性、それから非公知性という言葉しっかり押さえていただければと思います。まあ、それは営業秘密なんだからそれはそうだよねと思われるかもしれないんですが、まあ、秘密管理性、秘密をしっかり管理してやるというところが重要になります。でこれもう少し細かく言いますと、アクセス制限というのをしっかりしていること、それから客観的認識可能性というのがしっかりしていること、まあ、この2つが要件となってきます。まあ、アクセス制限、まあ、簡単に言いますとどういうことですかね。簡単に言いますと誰でも彼でもっていうわけではなく、例えばそうですね、ある程度上の立場の人でないと、まあ、アクセスできないという形になっている。それから客観的認識可能性、例えばその秘密がしっかりパスワードで管理されているですとか、まあそうですね、パソコンではなくて紙ベースで管理されている場合もあるとは思うんですが、しっかりこうファイルで閉じてあって、それを例えばこうキャビネット、鍵付きのキャビネットにしっかりしまってあって、まあ、特定の人しか鍵を持っていない、こういった形で誰でも秘密をしっかり管理しているというのがこう客観的に認識できる、こういったことが必要だということになります。であとの2つ、そうですね、有用性、まあ、意味がないものっていうのは結局営業秘密であったとしてもしょうがないわけですよね。秘密にしていてもしょうがないわけですから、まあ、意味がある、有用性があること、それから非公知性、まあ、これも当たり前かもしれませんが、すでに知られているものはダメですよということになります。この秘密管理性ですね、秘密管理性と有用性、それから非公知性、この3つ、まあ、言葉と意味しっかり押さえていただければと思います。そしてですね、行為類型丸4ですね、行為類型の丸4のところなんですけれども、まあ、こちらそうですね、134ページ次のところに表が載っているかと思うんですが、まあ、こちらの表すべて覚えていただく必要はないんですが、これ点線のところですね、点線のところが対象になってくるなということを、まあ、意味というか点線のところがそうですね、対象となってくるよということを、まあ、ご理解いただければと思うんですが、例えばこれどういったケースがあるかと言いますと、そうですね、よく出てくるケースとしては名簿を流出してしまう、顧客名簿が流出してしまう、まあ、いろんな会社さんで出てきますよね。でこういった時に大体そうですね、名簿が流出してしまう時って、まあ、内部の社員の方、まあ、元社員の方とかっていう場合もよくありますけれども、こういった方が他のそうですね、まあ、他の会社さんとかに名簿売ってしまったりとかっていうケースが多いです。で、そうしますと、例えば取得者というのは持ち出した社員、まあ、または元社員、これが取得者ということになります。そして転得者という右側の図がありますけれども、転得者というのは、まあ、その名簿を利用して使った、まあ、業者さんとか、こんなふうに捉えていただければと思います。で、そうしますと、この転得者、使った業者さんというのも、このそうですね、この営業秘密にかかる不正行為、こちらに営業秘密にかかる不正行為ですね、こちらに問われる可能性がありますよということを押さえていただくということですね。
で例えばそうですね、この図で言いますと5号や8号ですね、この5号や8号というところは、まあ、転得者つまり使った業者さんもこの不正行為に問われる可能性がありますよということです。例えばそうですね、悪意重過失取得、こういった場合ですね、悪意というのはつまり、まあ、こちら不正で行為で取得したということを知っていた場合、それを知ってしまって使ってしまった場合はこの不正行為になりますよということです。ですからそうですね、こういったまあケースの場合って使った業者さんは大抵知らなかった、これが不正に取得されたものだとは知らなかった、知らなくて使ってしまいましたというふうに、まあ言い逃れなのか実際本当にそうだったのかわからないですけれども、まあそういったケースが多いですよね。でそれからもともと知らなかった、つまりもともとは善意で取得した場合でも悪意に転じた、つまり途中で知ってしまった場合、こういった場合は6号というところに今なっているかと思うんですが、まあ、こういった場合もそうですね、この不正行為になる可能性があるということを、まあ、図のところでこうざっくりと理解していただければと思います。であとそうですね、7号のところのこちらあまり聞き慣れない言葉かと思いますので、7号のところこちらだけ説明していきますと、こちら取得者のところの下のところに7号とありまして、こちらちょっと難しいですけれども、取り加害目的使用、これ取り加害と読むんですが、この取り加害目的使用、これどういったものかと、どういった意味かと言いますと、まあ、取り、つまりですね、取って測るって読みますよね。ですからこれ自分やまたはその第三者の利益を測る、こういった目的や加害ですから、まあ、他の人、他人に対して損害を加える、こういった目的のために使う場合は問われますよ、不正行為として問われる可能性がありますよということになります。そうですね、まあ、こういった形で、まあ、それぞれこの表すべてを覚える必要はないんですけれども、だいたいざっくりとこういう意味だし、こういうケースだと、まあ、不正行為として問われる可能性があるんだなということを押さえていただければと思います。そして括弧5から括弧9までなんですけれども、まあ、こちらはそうですね、それまで先ほどまで述べてきました括弧1から括弧4までに比べると、まあ、あまり出題実績がありませんので、ちょっと定義のところだけ確認をしていただければと思います。であとはですね、資格さんの適用除外と救済手段、こちらのところはちょっと重要なところになりますので、こちらはまたホワイトボードを切り替えて進めていきたいと思います。はい、それではホワイトボードを写される方は写していただければと思います。はい、それでは適用除外と救済手段についてのお話になります。でこちらの不正競争防止法なんですけれども、まあ、冒頭のところで行為規制法ですよというお話をしました。つまり行為を規制するためにあるわけなんですけれども、だからといって何でもかんでもやってはダメですよとなってしまうと、まあ、それはそれで問題があります。まあ、ですから、まあ、ある一定の条件の場合に適用除外になってくるわけなんですが、まあ、それを一つ一つお話をしていきたいと思います。まず丸1のところ一つ目ですね、こちらアンダーラインを引いていただければと思います。商品及び営業の普通名称慣用表示の使用ですね。こちらホワイトボードにも書かせていただきましたが、普通名称とか慣用表示、これを使っちゃいけないですよと言われますと、まあ、困りますよね。困りますというか何もできなくなってしまいますよね。まあ、ですからこういったものについては適用除外になります。そして丸2のところ、まあ、こちらもアンダーライン丸2のところのこの事故の指名の使用というところをアンダーラインを引いていただきたいんですが、まあ、これもそうですよね。事故の指名、これが使えないというのも、まあ、混乱をきたしますので、まあ、これについても適用除外になるということと、あとはこの最後の行のところアンダーラインを引いていただければと思います。このページですね、周知表示の主体は事故の指名を使用する者に対して混同防止表示負荷を請求できるというふうにあります。で、まあ、例として A 社製品は当社の製品と全く関係ありません、まあ、こういった表示をしてくださいねということを請求できますよということが書いてあるかと思うんですが、まあ、こういった表示を請求することができます。そして丸3のところですね、丸3の表示の選手を、まあ、こちらだけここではホワイトボードでは赤で書かせていただきましたが、まあ、なぜ赤で書かせていただいたかといいますと、まあ、一番出題されやすいところだからです。でこちらについてはどういうことかという1行目のところアンダーラインを合わせて引いていただければと思います。他人の商品等表示が周知性著名性を獲得する以前から
それと同一類似の表示等をしていた場合は不正目的でない限り適用除外となるというところ、ここまでアンダーラインを引いていただければと思います。つまりこの線使用の線というのは何よりも先かといいますと、周知性それから著名性、これを得るよりも先ですね、これを得られたよりも先に使っていたものに関しては適用除外になりますよということ、こちら、まあ、本試験でも問われやすいところですのでしっかり押さえていただければと思います。でただですね、まあ、実際の現実、まあ、現場においてはですね、こちら非常に難しい問題ではあります。まあ、なぜかといいますと、周知性や著名性と今一口に言いましたけど、いつ得られたのかって判断するのって難しいですよね。ですから裁判において争われるときには、このそうですね、表示の線使用について争われるときには、周知性や著名性が得られたのがいつだったのかというのが、まあ、原告側と被告側で争われることがよくあります。この周知性や著名性を獲得した時期によって、この表示の線使用、これが認められるか認められないかが変わってくるわけですよね。つまり適用除外になるのか、それとも、まあ、不正行為となってしまうのかというのが変わってくるというわけになります。ではですね、不正行為に当たる場合、不正行為がもしあった場合には救済手段というのがあるわけですね。で、この救済手段について、まあ、民事的な手段と刑事的な手段がありますよというのは、まあ、以前のところですね、産業財産権のところでもお話ししたかと思うんですが、まあ、その時に特に2つ重要ですよというお話をしました。で、それがこちらに書きました差し止め請求と損害賠償請求になります。で、A のところですかね、 A が差し止め請求となってまして、1段落目、1行目から4行目アンダーラインを引いていただければと思います。で、こちらが定義となっているんですが、こちらの定義に関する説明については、まあ、以前のところ産業財産権のところでご説明をさせていただいたかと思います。そして B の損害賠償請求も1行目から2行目にかけてが定義となってますので、これも同様にアンダーラインを引いていただければと思います。で、定義についてはこちらも同様に産業財産権のところでご説明をさせていただいたかと思いますので割愛をさせていただきます。で、続いてですね、その後のところもアンダーラインを引いていただければと思います。特許法とは等とは異なり、新会社の過失の推定はないため、原則として損害賠償の請求者が不正競争の行為者の故意過失を立証しなければならないというところをアンダーラインを引いていただければと思います。つまり今特許の場合はですね、出願して登録をするわけですよね。そして公開されるわけですよね。ですからそれをちゃんとチェックしない、それをチェックすることを怠った場合、それは過失があったというふうに認められますから、こちらそうですね、立証する必要はないわけです。ただ今回、まあ、不正競争の場合、こちらに関しては登録とかをしてないわけですよね。例えば営業秘密とかって登録をしているわけではないわけですから、これがちゃんと不正に当たるのかどうかというのを立証しなければならない。つまり故意や過失があったかどうかというのを立証しなければならないということになります。で、その後のところですね、平成27年度の改正によって変わったところが書いてあるかと思います。で、こちらテキストの方をお読みいただければと思うんですが、簡単に申しますと、営業秘密、こういったものを不正取得した場合、で、不正取得して、そして生産、それを使えば生産できるものを生産していた場合ですね、それ使って生産してないって言い張る場合ってありえますよね。ただ、もしそれが、その、そうですね、営業秘密を使えば生産できるものを生産していた場合は、それを使ったであろうと推定できますよね。ですから、それについては、その営業秘密を使って生産したものと推定されますよというのがこの後の文章、後のところのご説明になっております。詳しい内容についてはテキストをお読みいただければと思います。で、あとですね、こちらで、この知的財産法のところ終わりになるんですけれども、最後に右側のページですね、必須テーマ丸×チェックのところ、こちらの方からちょっといくつか問題をピックアップしてチェックを実際していきたいと思うんですが、そうですね、問1から問4までですかね、問1から問4まで、こちらちょっと実際解いてみてください。どうでしょうか、こちら問1から問4までそれぞれ丸なのか×なのかということを考えていただければと思います。どうでしょう、出願だったのか登録だったのかということと、あとは年数ですよね。こちらしっかり覚えてらっしゃいますでしょうか。これ実は全部答えは×ですよね。
全部答えは丸、問1から問4まで×になります。問1は特許ですよね。特許については出願から20年でしたよね。そして問2の実用新案、実用に新案は出願から10年。そして3つ目は衣装ですかね。衣装については登録からは合ってますけれども、登録から20年ですよね。そして最後が商標ですね。商標は登録から10年でしたよね。ですから、特許と実用新案に関しては出願から、で特許は20年、実用新案は10年。そして衣装と商標については登録から、そして衣装については20年、そして商標については10年でしたよね。このそれぞれの違い、しっかり押さえていただければと思います。それではこちら、知的財産法については以上になります。ここまで動画をご覧いただきましてありがとうございました。